ザワイショウダエン銀河は銀河系の友銀河の一つである。いて座に位置するワイショウ銀河で局所銀河群に属する。質量は銀河系の約1千程度、直径は約1万光年で、現在の地球からの距離は約7万光年である。銀河系中心から半径約5万光年の極軌道を描いて銀河系の周りを回っている。これは ダイマゼラングモまでの距離の約1、3である。サグディグは銀河系に最も近いも銀河の一つだが、地球から見て銀河系中心の反対側に位置するため、天球上で非常に大きな面積を占めているにも、かかわらず非常に暗い。このため、この銀河が発見されたのは1994年になってからであった。発見後すぐに、これまで知られている銀河の中で、 我々の銀河系に最も近いことが明らかになった。サグディグは銀河系に比べて年齢が古く、星間人をほとんど含んでいない。銀河の大部分を構成する星は銀河系の普通の星よりも古くて金属量の少ない種族2の星である。現在の軌道から考えると、サグディグは数億年後には銀河系のディスクを通過することになり、 やがてはゆっくりと銀河系に合体するものと考えられている。しかしサグディグの今までの正確な歴史や将来についてはまだ不明な点もあり、議論の余地が多い。発見当初、多くの研究者は、サグディグは過去に大きな破壊作用を受けており、最初に持っていた物質の多くがすでに銀河系に混ざってしまっていると考えていた。 しかしサグディグは今なお引き伸ばされた、楕円体の形状を保っており、銀河系中心から距離約5万光年の極軌道を描いて運動していることが分かっている。銀河系に落ち込む以前は、星々の丸い集団だったかもしれないが、この先は数億年にわたって巨大な超積力を受けて破壊され始めるものと思われる。数値シミュレーションによると、 この愛称銀河から引き剥がされた星々は銀河の軌道に沿って長い軌跡を描いていることが示唆されている。この星の軌跡は後に見つかっている。しかし、サグリグは数十億年にわたってすでに十回ほど銀河系を周回していると主張する研究者もいる。もしそうであるならば、このような強い潮積力を受けてなお形を保っていることから、この銀河のダークマターは 通常よりも強く集中している可能性もある。一方、サグディグとダイマゼラン雲の星のタイプが似ていることを指摘する研究者もいる。彼らは過去に両者が何らかの原因で分離して最近になって銀河系を回るようになったと主張している。最近までサグディグは銀河系の外にある銀河の中で地球に最も近いと考えられてきたが、 2003年新たに、より距離の近い大犬ザワイショウ銀河が発見された。サグディグ履いて、ザワイショウ不規則銀河と混同しないように注意する、必要がある。この銀河は、サグディグよりもずっと遠い約400万光年彼方に、ある、ワイショウ銀河である。なお、球状星団の M54 は、銀河系ではなく、サグディグに属している。ABCDFGHIJ NASA, IPAC EXTRA GALACTIC DATABATES,RESULTS FOR SAGITARIUS DWARFS FIROIDAL,http://nedwww.ipac.cnltca1.edu-2006 年11月28日閲覧 .ID カラチェンゼブ ,VE カラチェンサバ ,WK ハッチメイヤー ,DI マカロフ ,A カタログオブネイバーリングギャラクシーズ アストロノミカルジャーナル127-2031-2068ドイ10.1086 382905http コロンスラッシュスラッシュ a d s a b s h a r v a r d e d u スラッシュアブススラッシュ 2004hj 127.2031k カラチェンゼブ ID キャッシュボジェ OG マセズオブザローカルグループオブザ M81 グループエストメーテッドフロムディストーションズインザローカルベロシティフィールドアストロフィジックス 49-38-doi-10.1007 s1051100600026http://adsabs.harvard.edu/.cgi-bin/.nph-bip ススララッッシシュュスラッシュクエリービブコードイコール 2006ap49 サンケイハットサジタリウスドワーフエリプティカルギャラクシーサグディグありがとうございます